皆さん、今回何かし言及させていただきたいかっていうと、大阪で、教皇報告会講演会、あさって土曜日ということです。で、その中で、まあ、あさってね、大阪に来ていただければ20名ぐらいの方いらっしゃいます。ということで、その後、その1週間後、10月の12日は東京で帰国報告会、ということで、懇親会も含めてやります。そこ、東京の方は今のところ25名ぐらいかな。まあ、直前になって予約来る方、前回も含めて多いので、まだ東京の方は来るかなって感じはするんだけど、いずれにしてもね、申し込んでいただきありがとうございました。なので皆さんにね、まあ、2回目の方もいるんで、2回目、3回目の方がいるんで、そういった方は、まあ、ね、久しぶりって感じになるでしょうけど、初めて会う方もいらっしゃると思うんです。結構半分以上は初めて会う方なので、まあ、これから、ね、一緒に、ね、交流させていただければと思います。帰国報告会、に関しては中南米周遊で得てきた情報を皆さんに、まあ、このような形でお話をさせていただくということで、それで大体2時間の中で1時間半は、お話をさせていただいて、30分ぐらいはね、その中で質疑応答させていただきたいと思います。その中で、まあ、時間が余った場合はいわゆる旧ソ構成国プラス去年ね行った旧ソ構成国中心のヨーロッパプラス中東のお話もさせていただければと思います。まあ、教皇報告会講演会に関しては主にはまあそういったね海外の報告会としてやらさせていただきたいと思います。でその後8時半ぐらいからね6時から8時にやって8時半からまあいわゆるその懇親会飲み会ということで、まあ、そこでいろいろとお話しさせていただければと思うんだけど楽しみにしていただければと思います。で今ね、一応、大阪、東京ともに、会場、場所に関して、皆さんにね、すべてお返ししたと思うんです。ただ、まあ、一人ですべてやってるので、もしかしたら、返されて、返信がね、場所が伝えられてないという方、もしいらっしゃったらね、メールをいただければと思います。すぐ送りますので、申し訳ない。まあ、全部送ったと思うんだけどね、100%、99% 大丈夫だと思うんだけど、たまに忘れっぽいときありますね。そこだけよろしくお願いいたします。なので、まあ、あさってね、今日10月3日木曜日、あさって10月5日土曜日、18時に大阪で帰国報告会講演会を開催します。18時から20時、そしてその後20時半から、大阪の場合2時間半です。11時まで。まあ、途中で帰っていただいてもいいです。で、2時間半飲み放題ということで、やらさし、飲み放題でね、3500円です。で、10品ついてね、結構いいプランで選べました。まあそこら辺は結構満足していただけるかなって感じがします。で、東京の方は同じく、10月の12日土曜日ね、土曜日ということで、この日がちょうど来れない、土曜日結構仕事の方結構いらっしゃるみたいですね。で、来れない方も結構いらっしゃるんだけど、10月12日、教皇報告会東京、新宿で今やろうと思ってるんだけど、まあもし皆さんもね、もしまだ参加したいって方がいらっしゃったら、まだ募集してますので、一応また説明書きに入れておきますので、そちらの E メールアドレス必要事項を記入していただいてね、名前とか、あと電話番号とか、どのくらいこのチャンネル見ていただいているかとか、あとは簡単な自己紹介ね、で年代20代、30代、40代、50代とか、そこら辺のことを書いていただいて送っていただければと思います。あさって大阪、そして、その後9日後、10月12日東京ということで皆さんにねお会いできることを楽しみにしています。東京の方は新宿のところで借りてるんだけど、その後、このチャンネル見ていただいている方が勤めているところの系列店で、飲み会懇親会としたいと思います。1時間半飲み放題、鍋と唐揚げなどいろんなものついていて3000円でねやってもらえるということで、3000円で飲み放題という2時間ですけど、入れるのはね、いろいろとそこで交流させていただければと思います。まあ皆さんも何か質問とかあればね、その時聞いていただければと思います。まあ懇親会の場合だと、まあ基本的に20名とかね、東京の場合はだから途中から来る人もいるから、まあどちらも懇親会から来る人を入れても25名ぐらいかな。大阪の場合ね、途中で帰国報告会だけの人が多いんですよね。で東京の場合は帰国報告会 だけの人はいなくて、懇親会から仕事の関係上来る人がいて、というか4人ぐらいね、感じなんだけど、まあ、懇親会だと、まあ、テーブルになってるんだけど、皆さん分かれていただくんだけど、まあ、適当に皆さん移動し、途中でね、移動していただければいいんだけど、自分も移動して皆さんのお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。